ど開かれた新型コロナ関連の会合。政府はコロナ禍でいわば当たり前となったマスク着用を来月13日から屋内屋外を問わず原則個人の判断に委ねる新たなルールを決める方針です。新型コロナの法律上の位置づけを5月8日から5類に引き下げることに先立った対応で、満員電車や医療機関の訪問といった一部の場合を除いてマスク生活が緩和されることになります。街の皆さんはマスクの着用についてどのように考えているのでしょうか。この新たなマスクルールについて街で聞きました。つけるつけないという判断は今後どうしていきたいとなりますか。私はつけると思います。今後もなんか周りを見てなんか外し大半の人が外しだしたらって思ったら自分も多分外すと思います。そう、友達がつけてたら多分つけてます。とりあえずつけときますから、ね、マスクを堂々とつけれるから、なんか電車とかでも冬で風邪ひきにくくなったなって感じとかもあって、マスク生活への慣れや風邪などの予防にもつながった経験からマスクなしには消極的な声も。お仕事の関係で悩む人もいるようです。まあ、いろんな人とお会いするので仕事ではつけたいとは思ってるんですけど、まあ、個人的にはあまりつけたくないなというふうには思ってます。仕事以外はもう外したいなと。仕事や立場によっては自らの希望と異なる判断をすることも考えられます。すでにマスクを外している方たちもいました。マスクはもうつけないようにはしてます。そうですね、僕も全然つけないですかね。もうワクチンもしっかり打って、でも感染もしたことあるので、まあ、対抗できてるのかなと思うので、自分の我慢が限界というか、吹っ切れたところでもうやめました。抵抗ありませんでしたか？周りはまだ皆さんマスクしている中で。持ち歩いてはいるんですけど、お店の入るときにつけてくださいって言われたらつけますけど、それ以外はもうやらないです。長いマスク生活を見直すきっかけになるという方もいます。すごい手洗いもうがいもちゃんとマスクもしててもやっぱりコロナかかっちゃったので、別にマスクにこだわらなくていいのかな。一方でまだ小さいお子さんのマスクについては迷っていました。周りの子がつけててこの子がつけてないと、なんかこう何かあった時にあの子がつけてないからみたいに言われたらかわいそうかなと思って一応持たせるんですけど。息子さんは5歳、2歳からマスク生活です。マスクの着用を任せますよっていう。マスクはどうですか？つける。コロナかかった時に映らないようにするためだから。ね。海のマスク。ああ、そうだね。本当だ、いつもポッケに入ってるの？そうだね、入ってるね。そうしようね。一方、教育現場はもうすぐ卒業シーズンです。どうぞ。卒業証書を授与していただくところになります。来月3日、体育館の壇上で高校3年生一人一人に卒業証書を手渡します。岸田総理も今日、無理強いがないよう求めるとした上で、マスクなしを可能とする考えを示した卒業式。こちらの学校では、式典中は原則マスクとする一方、入隊常時と卒業証書を受け取る時のマスク着用は卒業生本人が決めることに。職員会議で意見が割れた末の決断でした。職員会議でもかなり紛糾しました。まだ受験生たくさん残っておりますので、そういったことを考えるとマスク着用でっていうふうに言った方がいいんじゃないのとか、晴れの舞台でもあるしマスクを取るっていうのも一つかなとか。3年生は今の時期は授業がなく、あとは卒業式を待つばかり。先輩を送り出す下級生は新たな卒業式ルールに戸惑っていました。最後の記念というか、ちゃんと先輩の顔を見て先輩を見送る出たらいいな。やっぱり受験を控えた人がいるので、体育館っていう密集してしまう場所でどこまで感染対策ができるのかなっていうのが不安。教頭もまだ悩んでいます。
各自が判断してくれると嬉しいなっていう気持ち、お友達のことを気遣って外さないでおこうっていうのも一つですし、あのにこやかな顔を見てもらって卒業していきたいっていうふうに思う子を、あ、そうだねっていうふうに理解してあげる